皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。芸術の秋、本当に秋が深まってきましたけれども、今日も素敵な賛美と、トークでこの番組を進めていきます。どうぞご期待ください。今日も素敵なゲストを迎えしています。ではゲストの方の1曲目、どうぞお聴きください。はい、ということで今日のゲストは、オリーブのお二人にお越しいただいております。こんにちは。こんにちは。本当に素敵な、歌声で、ぴったりのハーモニーで生で聴けて感動したんですけれども、オリーブはもう結構長いこと活動されている。そうですね、いますよね。25年を超えました。25年を超えた
素晴らしいですね。その始まりのきっかけがもう高校生にまで遡るっていうふうに聞いたんですけれども、ね、同じ高校のフォークソング部の先輩と後輩という関係で出会いました、フォークソング部っていうのがその当時流行ってた。そうですね、流行ってたんでしょうかね。でも軽音楽部がなかったんですよね。まだ電気をつなぐような音楽はやらせていただけなくて、はい、ギターだけで歌うっていう。私が1年生で入った時に部長さんだったんですね。どういう印象でしたか？怖かったとかそういうのは、いやいや、そんなことはありません、優しい先輩でした。いつもと言うことが違う。いや、その時に意気投合したっていうことではないんですか？そうですね、高校時代はそれぞれ同じ学年の生徒と歌っているので、卒業して大学に入ってから再会して歌うことになったんですよね。そこから正式にオリーブとして活動をされている。そうですね、お二人ともギターを弾かれて、そしてお二人とも曲を作るということなんですけれども、普段コンサートなんかではどちらがこうトークを担当するとかそういうのも一応代わり番号ってことになってるんですけど、作った曲については自分で説明するとかね、今1曲目に歌っていただいたありのままの私を愛して、これは沢智恵さんの曲ですけれども、私たちの母校の玉川声楽院というミッションスクールがあるんですけども、はい、その学校の愛唱歌なんですね。で、卒業生代表として私たちが歌わせていただいて。じゃあもう結構いろんなところでこの曲を歌われてるんですか？はい、そうですね。僕本当にこの曲、これが一番新しいアルバムのマナーっていうアルバムに入ってるんですけれども、もう何回も聴いてすごく感動しました。この曲は割と反響が大きいですね。そうですか。僕はてっきりお二人の曲だと思って初め聴いてしまったぐらい、なんかその、雰囲気とその曲とハーモニーがね、ぴったりな感じで。そうですか。よかったです。愛子さんは、今お住まいが東京ではなくて、はい、山形に、はい、山形の山奥に暮らしております。大自然の中に。そうですね、冬は2階の窓まで埋まってしまうほど雪が積もります。そんなに降るんですか？はい。じゃあ雪かきとか。そうですね。たくましくなりました。いや、先日ラ・フランスのジャムを送っていただいたんですけど、すごくお菓子作りも好きで、好きというか、とにかく食いしん坊なので、自分で。山奥にいると何にも買いに行けないんですね。ケーキ屋さんに行くのにも山を一つ越えなくちゃいけないし、コンビニに行くのも山を一つ越えなくちゃいけないので、もう自分で作っちゃえっていう感じですかね。いや、でも本当に贅沢だなと思いました。すごく美味しくて。ありがとうございます。で、エコさんもお料理とか。いや、私は恩恵を受けて送ってもらって食べさせていただく。でも、ね、2人ともお子さんがもう大きくなられて。そうですね。とはいって英子さんのところは大学生ですけども、大学の寮に入っちゃったんで、もう、いなくなっちゃいました。寂しいです。ちょっと寂しいけどですよ、ね、ちょっとほっとしてるほっとした感じで。うちは2人男の子なんですけども、上の子はやっぱり寮に入ってしまってもういなくって、下の、反抗期真っ盛りのですね、中学校1年生の男の子ともう日々バトルをやっております。そうですか。確か何年か前にお子さんと一緒に CD 出されてますよね。そうですね。あの時はこう少年のような、まだまだかわいい、まだ幼稚園じゃない？そうですね、幼稚園と小学校だったから、まだ生まれてもらわなかった。すごいかわいいっていう印象だったんですけど。そうですね、今そんな時がありました。ちょっと奮闘してるんですね。そうですね。怖いお母さんやってます。そうですか。じゃあコンサートがある時にはやっぱり山形からできて。そうですね、一緒に、はい、その逆も英子さんが山形にとか東北回る時もあります。
どうですか。そうですね、私はたまに山形に行くととってもあのいい思いをして、美味しい、やっぱり食べ物が、うん、食べ物を食べさせてもらって、たまには行きたいなと思います。いいですよね。あの、逆に、まあ、普段の生活ではこう自然と触れ合い、たまに、そうですね、たまに出ていくところがあるっていうのは、ありがたいです、あの次の曲のもう紹介をしていただきたいんですけれども、はい、次に歌う曲は、はい、あの新しいアルバムのタイトルになったマナというあの曲なんですけれども、ね、あの震災を経験してその時に考えたことを歌った歌です、うん、その震災の時にあの思い起こして書かれたんですか。その震災を経験してから、うん、こう改めてこう自分の生活を振り返った時になんか今まで当たり前だと思ってたことが実は当たり前じゃなかったんだなと思うと同時にあの神様って本当に日々あの私たちが気がつかないところでっていうか恵みを与えてくださってたんだなっていうことをつくづく思ってそのことを歌った歌です。それでは2曲目、マナどうぞお聴きください。満たされてる時には感謝もせずに満足することをしないでないものねだりばかり失いかけて初めてありふれた一日が当たり前にあるんじゃなくて神様がくれた大切な日与えてくださる今日の慰め今日の励まし明日はまた明日先のことなんて誰にもわからない私の明日はいつでもあるって思っていたけれどこの日にしか出会えなかった神様がくれた素晴らしい日
私たちが一緒に歌い始めた頃にはまだ箸が転げてもおかしい時代で、2人で会っては笑って練習が中断するっていうようなことが多々ありましたけれども、お互いこう年を重ねていろんなところを通らされて、今度は2人で会うと泣きながら一緒に祈るっていう機会が増えたように思います。それでもどんな時にも2人で一緒に賛美をすることで、その中から癒されたり励まされたり、そしてその賛美が本当に喜びに変わってくるっていう経験を重ねてきながらここまでやってこれたのかなと今思っています。6年前までは私は本当に普通の主婦で家にいたんですけれども、ある時うちの主人が突然倒れまして、死の宣告をされました。でも調べてみたら実はその病気ではなくてまた別の難病であることが分かったんですが、普通の生活はもう難しくなってしまって、今はうちで、リハビリをしながら生活をしています。当時は何もしていなかった、何もできない私が、全てをですね、家計も、育児も介護も全てを背負ってしまって、本当にどうしていいのか、分からなくて目の前が真っ暗になって、毎日神様に叫びながら祈ったのを覚えています。でも状況はなかなか改善されないし、答えもなかなか見出すことができませんでした。それでも私たちがその状況で生きていけるように、あちらからこちらから神様は助けを与えてくださって、そして今ここまでやってきたんだなと6年間経って思っています。私はこの状況が変わるように、元のように戻るように祈って求めていたんですけれども、でも神様のご計画は私たちがその状況の中で喜んで生きていくことだったのかもしれないなと思い始めました。そう思い始めた頃にある聖書の御言葉を思い出しました。それは私が弱い時にこそ私は強いっていう不思議な御言葉なんですけれども、私が弱ければ弱いほどこの山を越えた時に、それは私が自分で越えたのではなくて神様が助けてくださっていたっていうことをよりはっきり知ることができるっていうことに気がついたんですね。もし私が強くて自分で何でも乗り越えていけると思えば、祈りもしなかったかもしれないし、神様に感謝をすることもしなかったかもしれない。でも私は何も持っていなかったので、神様に叫び祈ることしかできなかったんですね。なので神様はそういう祈りには必ず応えてくださるって今実感をしています。もしその時に神様が本当に聞いていてくれているのか実感できなくても、忘れられているように感じても、そうではない、神様は絶対に私たちを守っていてくださっている、祈りを聞いてくださっていると思っています。次にですね、そんな小さな私たちも神様は高価で尊いと言ってくださる、そのことを知った時に私は本当に喜びにあふれました。そんなことを歌った歌を次に歌いたいと思います。かけがえのない人としてという歌です。世界で一人
けがえのない人として作られたあなた。風に吹かれて波に流されて本当の自分見失う時でも聞いてあなたを愛する世界で一人のかけがえのない人として作られたあなた。本当素敵な曲をありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当に今まで活動されてきた中で本当大変なこともあったっていうことを改めて聞いてあ、だからこういう素晴らしい曲が生まれてくるんだなって思いましたね。苦しい時に歌は生まれますよね、うん、やっぱり、ね、結構こちらにゲストで来られる方は結構みんな同じようなことを言っていて、うん、で逆にその苦しみがないと曲って生まれないんだっていう言葉で言ってる方もいたのでね、うん、でも本当に逆にそういうところを通って、そして今はコンサートで、その証を通して多くの人が本当に慰めを受けて励ましを受けて、なんかこう元気をもらって頑張ろうっていう気に、なるんだなというふうに思いますけれども、オリーブのこれからの活動のなんか夢とか2人で話し合ったりとか していることはあるんですか？今までもそうなんですけれども、すごく頑張って、なんか目標があって やっていこうっていうことではなかったんですね。それぞれに次々代わり番号にいろんな大変なことが起こったりする中で、それでも歌いなさいっていう、神様がそういう道を開き続けてくださっていて、本当だったらこんな時に出て行って歌いたくないっていうような状況もたくさんあったんですけれども、それでも歌いなさいって神様は言うんだなって、神様がそう言うなら行きますっていう感じで、気がつけば25年も過ぎてしまったんですけれども、だからこれからも私たちは気負わずに、神様が行きなさいって言うならば、真っ白な、ね、おばあちゃんになってでもですね行くかもしれないし、もうそろそろ、おしまいでいいよって、ね、言われれば、素直にあ、そうですかって
いう時も来るのかなと思ったり、うん、あの神様次第っていうところですかね、うん、どうですか、そうですね、さんはその通り、うん、本当に、うん、気負わずに、うん、気負わないで神様がやりなさいと言うんだったら賛美していきたいって思ってます、ね、いやでもぜひなんか本当に末永くっていうかね、うん、これからもあの、まあね、どんなペースでも続けてあの行ってほしいなと、ね、あの自分の子供の世代、孫の世代にもどんどん、うん、あの聞いて受け継いでほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ちなみにこのオリーブっていうユニット名はどういうふうに決まったんですか。どういうユニット名はですね、うん、オリーブ油から取っているんですけれど、はい、聖書の中に体に悪いところがあったらあのオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいっていうところがありますよ ね、はい、そしたら癒されますっていうところなんですけど、ねね、私たちは直接こう体を触って祈ったりはしないんですけど、あの人の心を癒すような賛美ができたらいいなっていうところからオリーブとつけたんです。そうですか。じゃあ本当にまさに今それがこう本当に実現されて、なんかこう癒しの、ね、ユニットとしてこれからさらに用いられていくような気がしました。そうですか。ありがとうございます。まあ、最後になるんですけれども、あの一人ずつあの賛美っていうのはお二人にとって、まあ、一言で言うと何ですかっていうのを今までいろんな方にあの聞いているんですけれども、一言だと難しいなと思うんですけれども、神様が一緒にいてくださるっていうことをすごく実感できる瞬間であったり、はい、まあ、祈りであったり叫びであったりっていう感じですね。一言じゃないですね。私は神様からもらった最高のプレゼントだと思っていて、なくてはならないものだと思っています。やっぱりそれは本当にその賛美の中で神様がいてくださるっていうことを確信できたり、そうなんですよね。この活動を続けてきてこれたから今があるっていうふうに思っているので、お二人にとってその今活動はその、まあ、家に帰って主婦としてのあのいつも通りの生活もあり、そして賛美の活動もありっていう、どちらがこうメインというか、どういうふうにバランスを取ってるんですか。いや、どちらも、どちらもありのままですよね、本当に、そうですね。日常の生活があるからこう時々こう賛美ができる、日常の生活があるからその中から賛美が湧いてきて、っていうバランスで、本当にそのバランスが、そうですね、築き上げられて今まで続けてこれてるということですね。いや本当にね、素晴らしい。その楽曲も本当にすごいいいなと思っているので、次のアルバムを楽しみにあの一ファンとして待っております。またお手伝いしてください。そうですね、あのまたご一緒できたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。